果てしない星空と広い…止めてください、早くいつまで千春松山先生を歌わなきゃいけないぞ。ちょっと北島三郎先生が入ったな入ったね、はい、はい、お上手、はい、北海道でございます。北海道です。ここはどこですか。ゴルフ5カントリー2倍コースです。2倍コース、これね、ゴルフ場なんですよ、これ、ここ、ね、もう一面これね、さっきのもう松山千春先生のここ曲がもうぴったりのね、もう雰囲気でございますけれども、はい、はい、というところで、うん、スノーゴルフ GTO の、はい、スノーゴルフね、はい、やってますよね。そう、スノーゴルフがね、はい、毎年、もう7年目なんですかね、開催されてるそうなんですけど、今回なんと、はい、初めての試みで、そのスノーゴルフに加えて、はい、トライアスロンっていうのをね、らしいですね、やるみたいなんですよ。しかもそれがもう第1回、今日は初ね、もう孝太郎がそれに参加すると、うん、トライアスロンっていうことはもちろん泳げないじゃないですか。そう、泳げない、さすがに北海道、うん、そうね。なのでラン何キロ、はい、ラン5キロ、ラン5キロ、うん、次はバイクを2キロ、バイク2キロ、うん、で最後に、うん、で4ホール4ホールスノーゴルフを4ホールです。じゃあランとバイクはスピード競技、はいはい、でラウンドがスコアですね。スコアで、それを全部で出したポイントみたいな感じで、ほう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 、参加しちゃうんだよね、うん、この日のために。いや本当にもうすごい、僕ね楽しみだったんですよ。仕上げてトレーニングも、本当トレーニングも本当にやってきて、うん、で昨日ねここに入って、練習ができるって言うんでね、でちょっと3キロぐらい走って、でバイクもちょっと2キロぐらいやったんですけど、もう出たくない。もう帰りたい、帰りたい、もうダメ兄貴、ダメ、これは出るもんじゃない。ダメ出るの、これはダメなやつだ、もうダメ、エントリーしたから。いやいやいや、ダメ。いやもうね、ダメ、ダメ、昨日ちょっと試しにやってみたけど、うん、無理無理、すごいしんどそうだったもんね。なんかね、普通に走るのとまた違うし、普通にバイクで漕ぐのとも違うから、うん、いや今走って分かったでしょ。もうすごいな、ズボツボ行くの。今回ね、なんかね、あの僕だけじゃなくてね、うん、あの女子プロゴルファーの人も出てるんだって。あ、聞いた聞いた聞いた。あとでちょっと、そうだね、練習多分してると思うから。そうだね。まあでももうここまで来たからには、涙逃げちゃう、本当に、うん、本当にね、はい、あの俺今日カメラで追うから、はい、追うから、ちゃんと最後まで追うから、うんうんうん、頑張って応援してるから。応援してる、うん、で北海道のこのスノーゴルフ、はい、でスノートライアスの、はい、伝えようよ、はい、伝えましょうか、伝えよう、やっぱりや。孝太郎ちゃん、うん、バック担いで練習、ちょっと練習、そろそろね、これスタートは午後だけど、うん、今だいたい時間的には10時15分ぐらいですね、うん、で今からちょっと練習をね、さっき言ってた女子プロ、うん、愛子ちゃんじゃない女子プロ。ちょっと行ってみようか、練習場、あそこにいらっしゃる方プロっぽいんだけど、あ、撮影してる、あ、絶対そうですよね、うん、ここ練習場です。一般の方も練習されてます。女子プロの方ですか。違います。違ったよ、違ったじゃん。女子プロの方ですよね。そうそうです。やっぱりそうじゃん。やっぱそうだ。なんで違うって言ってたんですか。いや、ちょっと危ない人かなって。うわ、すごい。桜井由紀プロです。桜井由紀プロ、ね、どうも。ちょっとだけ頭おかしいんですか。違いますよ、なんてこと言うんですか。これに出たいって言ってきたんでしょ、だって。そうです。え、どこでした、どちらでしたっけ。地元は京都です。京都から北海道にトライアスロンしにスノーゴルフだっつって来るプロ、ちょっとあれだね。いや、割と早めに返事しました。裏で聞いた話だと結構いろんなプロにオファーかけてて、ことごとく皆さん断ってたらしいですよ。大丈夫ですか。なんでみんな断るんですかね。ねえ、はい、ちょっと桜井ブラの隣で練習させてもらおうか。お願いします。ちょっとお願いします、はい、後ろでやらせてもらいます、はい。
桜井プロ。綺麗なスイング。いつも通り打てます？打てそうですか？このマットは大丈夫ですけど。なるほど。雪の上からだと多分足とか結構滑るのと、なるほど、ダフったら終わりだと思う。うるせえな、すごい音聞こえるんです。コウタロ、ごめんなさい、ね、いつもちょっとルーティンだからごめんなさい、こればっかりが、ね、コウタロヒメネスみたいになってるから、ちょっと取り入れてるから最近。もう桜井プロ集中できないから、すごい変な人後ろに、本当に邪魔しないで。なんつって、コウタロどう？体が硬い。あ、寒いもんな。ヒメネス体操、もういいよヒメネスは。流行んないからヒメネス体操。どうですか、なんか絵的にやっぱり、絵的にはすごい綺麗だし、どう、やっぱ気持ち良さそう。あ、気持ち良さそう。うん、気持ちいい。まあ、打ってるところマットだけどね。普通のゴルフボール？え、普通のゴルフボール？そう、普通のゴルフボール。どう？うん、優勝かな。優勝じゃないかな。タッチいい、うん、いい感じ。タッチいいね。いや、ゴルフの方はね、多分大丈夫なんだけどね。ただ、もうこうやってショットする頃には、うん、もう足もお尻もパンパンやからね、これ。一番最後だもんね、うん、ラン、バイク、ゴルフだもんね。そう、だからもう多分この練習今してるけど、ほとんど意味ないと思う。もう絵がすごい綺麗。ナイス。いいじゃん、コウタロちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとドライバーもやっとこい。お。うわ。やっちゃうね、これ。これやっちゃうね。うわ、なんかす、ちょっと待って。全然違う、やっぱこの。早く打ってよ。早く打ってよ。ナイス。絶対そんなスイングできなそうだけど。無理だけど。ナイスショー。踏ん張ります。踏ん張れないから、だからあのペンギンみたいにつま先をこっちに抜けてね、力をちょっと入れる感じにしたら、で、打つ前のストレッチは必ず。もうヒメネスいいから、ヒメネスと。いい感じです。いい感じ、うん、ちょっとギア紹介いいですか？ちょっと減らしてきましたけど、この日のために。あ、雪用にね、はい、すごい懐かしめじゃない、ちょっと。あ、ゼクシオフォージド、うん、かなり前の、結構前の。コウタロ、シャフトは？シャフトね、NS950 なのか850なのか。850だね。うっすら金が残ってる。うん、そうかな。これも R は、はい、結構しっかり使われてる感じ。はい、そうですね。ウェッジは？ウェッジは OK の SM7。これが？うわ、ビザード、本間のね、はい。外はスリクソン、外はスリクソン、中は本間。今日雪用でしょ？とかそういうのもあるじゃん。わかんないけど。外はスーリクソン、外はスーリクソン、中はゼックシオー。ダンロップだ。あ、そこはダンロップだ。あれダンロップだ、うん、シャフトは宮崎。ちょっと夏いね、これ。懐かしくない、これ、うん、水、でもこれでも使ってるって言いますよ、これは。やっぱり、うん、いいシャフトっすよね。あんま癖がなくて。外はスーリクソン、外はスーリクソン、中はタイトリスト。ちょっと、え、
桜井プロ、桜井プロすごいね。もうタイトリストこだわりがすごいね。桜井プロ全体的になんかこだわりというかなんかあります？私はちょっとドローヒッターで、はいはい、割と捕まりづらいのを使ってるつもりです。あ、捕まりすぎるのが嫌なんですね、うん、ずっとアイアンもずっと絶対でしたね、ジュニアの時から。そうなんすね。チャンネル登録よろしくお願いします。頑張ってください。すごい、本当に走ってる。すごい。いやスタートしていきましたね。前の組が2組目、ね、小太郎2組目だもんね。2組目、さっきが今12時スタートだから次1時スタートか。僕1時スタートで、兄貴ね今日ね、うん、どうやらゴルフテックの社長、うん、ジャパンの、ジャパンのね、で GDO の副社長来ておるんだって。マジ？ちょっとねいじってみようゴルフテックの、うん、僕一つ好きなところは社長がフレンドリー。そうね、うん、吉川社長の真似して。まあ、今回あのビバイでこの開催っていうところで、まあ、毎年、まあ、やってることだけども、うん、すごいね、はい、インタビューしてくれっかな、うん、ちょっとねでも真面目にちょっとスノーゴルフなんで始めたのかちょっと聞いてみたいな。ちょっとねやろうと思う。でもねそんなにねすぐにね吉川さんなかなか見つかんないと思うんですけどね。痛い吉川さんお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとインタビューいいですか。吉川社長が。いいですか。聞こえてくんだよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。まあこれ本当にすごい取り組みだと思うんですよ。雪の上でゴルフをするっていうのが海外であるらしいぞと、はいはい、いう話は GDO として聞きつけていて、はい、で一方でその美唄市は雪が多くて、はい、北海道が奈良、はい、で冬はゴルフ場クローズになります、はい、で一切もう寝てる状態で、まあその雪を使ってこう地域の活性を何かうまいことできないかっていう、はい、まあ市としての美唄市としての、はい、まあ課題があって、はい、じゃなんか雪の上でゴルフやっちゃいますみたいな。で結構軽いノリからトントントンと話が進んでって、はいはい、で何回もリピート開催できるようになった。これ地域の人もやっぱりもうすごい普段から使ってるんですか。冬になって、はい、毎週土日かな、はい、普通にプランを出して。いやすげー、普通にこういうイベントワンデーのイベントだけじゃなくて、はい、来れば普通にラウンドができる。すごいすごい、すごいね。で今回ですよ、トライアスロンもミックスしてやろうと。そうですね。なんでそんなこと考えたんですか。なんでだろうね。ね、もう出ることになっちゃって本当にね。はい、ガチ行くよ。やっぱりトライアスロン出たくないうわ社長出たくない。ダメだ社長に言われても出ん。もうダメだ。社長、社長ナイス。社長に言われたとて出ない。社長ナイスです。社長ありがとうございます。もう呆れつけ切れるじゃ頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。なんじゃこれ。吉川社長、吉川社長なんか過ぎたね。なんか過ぎたね。